今宵もおなじみの顔でござる。待ってました、水戸よ。控えよ。芝居小屋ではないぞ。やんごとなき天井人の中でも摂政関白の座につくお家柄を摂関家あるいは御摂家と申し上がる。すなわち近衛家、高塚家、九条家、二条家、一条家でござる。名門中の名門御摂家は鎌倉時代の中期に確立され、藤原氏の子孫によって脈々と受け継がれ申した。この伝統を断ち切り関白の座を横取りしたのが武士の棟梁豊臣秀吉公と秀次公でござる。我が祖父なる家康公はこれをけしからぬことと心得、関白の座を再び御摂家返上つかまつり申した。さりながら武力財力ともに優位の江戸幕府は露骨な人事介入を行い、今や御摂家の権威は有名無実、関白の座とて形式的な飾り物と化しつつござった。これ家康公の謀略にござそうらわずや。慶長13年4月下旬、修築なった駿府城へ急遽参上つかまつりしは、京都諸子大板倉勝重でござった。ご尊願を拝したてまつり、恐悦至極。面を上げ。はは。朝廷の守護を司る京都諸子大は、警視総監兼公安委員長、アメリカならば FBI の長官といった役どころ。手がかりはつかんだか。恐れながら宮中の風紀はことのほか乱れ、公家衆の不行状たるや目を覆わんばかりにござります。例えば真っ昼間から主食にふけり、不義密通は日常茶飯事にて相集うて交わるなど、陰本の限りを尽くすありさま。噂は聞いておる。なかんずくけしからぬは、天子様ご寵愛の女官と
密かに通じてはばからぬ公家もござるよし。誰と誰じゃ。恐れながら未だ突き止めるに至り申さず。克明に調べ上げよう。もとより手立ては尽くしておりまするが、朝廷のこととて公家衆の口も固く、おいそれとは参りませぬ。関白殿の曰く、宮中に行い正しからざる公家などあるはずもなし、諸次第のしゃしゃり出るは越見なりと、大層ご立腹にござります。関白か。関白を変えねばならんの。御意。当職への風紀便乱は広く領民の反感を招き、国政の信を損ねる恐れこれあり。公家の放蕩ぶりをことごとくあぶり出せ。しかと受けたまわりました。8月半ば、新将軍秀忠公は大御所のご機嫌伺いのため江戸を走って駿府城をご訪問遊ばした。よいか。ああ。堀の幅は狭くして船の自由を妨げる。お、深さも槍が届くほどかじゃ。ああ。寄せ手を近くへ引き寄せれば鉄砲を狙いやすくなる。なるほど。江戸城の西の丸は外堀を広く掘りすぎた。ああ。あれでは弾が無駄になる。ああ。利勝。ほう。西国に幕府へ弓引く大名ありとせば、どこから攻めてまいる。恐れながら石田三成挙兵の右は8万の軍勢を二手に分け、北は長仙道より大垣、南は伊勢街道より、これも大垣にいたしました。長仙道と伊勢街道か。再び西国にて謀反あらんか。同じ道を下るに相違ござりませぬ。どこで迎え撃てばよい。恐れながら北は尾張清洲城、南は伊勢あの津城が要かと存じまする。清洲城にあの津城か。はあ。終着至極。新将軍は良い家臣に恵まれた。痛み入りまする。清洲城は返事に備えて建て替えねばならぬ。はあ。来年には巨大な城を築くぞ。はあ。一方あの津城には百戦錬磨の大名を据えねばならぬ。御意。信ずるに足る大名とは誰やろう。はあ、それは藤堂高虎じゃ。ああ、今申し上げようと思いましたに。何と申せられます。驚くことはあるまい。今治からあの津への国替えと心よ。はは、おめでとうござりまする。伊賀上野を所領に加える。ありがたき幸せ。さて新将軍に尋ねる。ああ。清洲城もあの津城も抜かれし見切りは何とする。おお、直ちにこの駿府へ馳せ参じ、決戦に備えまする。駿府も抜かれたらどうする。おお、その儀はご懸念ご無用にござりまする。なんと。大御所のご意向あらば、百万の敵といえども恐れをなして西国に逃げ帰るは必定にござりまする。たわけ。わしは50年100年先のことを聞いておる。いや、お待たせいたしました。これしかありますまい。そちは細かい目にこだわりすぎる。ああ。関ヶ原の合戦に遅れを取ったのも上田城の真田攻めに執着しすぎたからじゃ。中央の戦で大きく勝てば、たとえ相手に目が残っても結局は降参しおる。ありがとうございました。いや、待て。今の将軍家にとって中央の戦とは何ぞや。
ねじ伏せるべき相手とは誰じゃ。豊臣家にござりまするか。さにあらず。朝廷じゃ。朝廷。豊臣家はすでに負け犬に過ぎぬ。遠吠えをしたところで何ほどのことやら。懸念すべきは朝廷と豊臣家が結びつくことじゃ。そちも知っての通り、わしは天子様の覚えめでたからず、攘夷をめぐってのいざこざで朝廷とは対立したままじゃ。わしがなぜ八条の宮の即位に反対し、今年と親王を強く推挙するのか、分かっていようの。一姫を妃として入内せしめんがためにございます。その通りじゃ。朝廷と婚を通じれば将軍家の威信ますます高まり、国政は盤石となる。されどしくじれば幕府の威信は地に落ちまする。たればこそ一姫の縁組は天下分け目の決戦と心得よ。万難を排して今年と親王の即位を推し進めねばならぬ。さりながら朝廷は幕府の介入をことのほか嫌うております。とこをねじ伏せるのじゃ。武力をもって脅しをかければ賊軍になりまするぞ。武力にあらず奥の手じゃ。奥の手。まあ見ておれ。恐れながら。苦しゅうない。藤堂高虎殿お越しにござります。どうせ。はは。ご機嫌うるわし。下級の要件とな。御意。あの杖の国替えが気に入らんのか。いや、滅相もござりませぬ。何事じゃ。あは、八須賀殿の申すらく、先般大坂城へ志向の巡り、淀殿より聖旨を求められた由にござります。聖旨。太閤殿下の御功はするまじく、秀頼君への忠節を訳す云々と。めぎつねめがジタバタと。いよいよ秀頼殿を駿府に招かねばならぬかの。御意。家康公はシャムに使者を送り、大量の弾丸弾薬を注文せしもよう。そうなことか。堺の商人が申しておりました。やはり戦を起こすつもりか。それは分かりませぬが、追ってる村や安南にも交易の朱印状を発する意向とか。由々しきことじゃ。家康公はご隠居ではないのか。ご隠居とは人を欺く隠れ蓑に過ぎず、悪心の目はことごとく駿府に向いております。秀忠公は傀儡か。母上。いかがなされた。ああ若君は春長の屋敷にてつつがなくお育ちにござります。父もようお飲み遊ばして。お世話は知っているのか。いいえ、何も。当分は内密じゃ。実は我が子と対面したいのか。いや、さにあらず。申してみよ。また一人子をはらみました。何じゃと。次女が解任いたしました。お通にござりまするか。子連れじゃ。まあめでたいではないか。ほほ。16歳にして早くも2人の子持ちとはのう。
この年の暮れ、京都の広大院様の屋敷に来客がござった。時の右大臣九条忠秀と正室の貞子姫でござる。卒事ながら忠秀、朝廷より関白就任の内示を賜りました。それはそれは。忠秀の関白就任は大御所家康公の強い創生あってのこと。ほう。その裏には広大院様のお引き立てもござりましょう。こなたのご出世は貞姫の誉れ、貞子の誉れは太閤殿下への供養にござります。ただし大御所のご本意は宮中の風紀乱れたるを戒め、君側の官を一掃せんがためにござります。公家衆の宝刀三昧はしばしば耳にいたします。さりながら幕府の後ろ盾にて公家を処分いたすは心中じくじたるものあり、天子様のご機嫌を損じはせぬかと案じております。これはいなことを受けたまわります。はたとえご機嫌を損じても、東照公家の行いを正すに何のはばかることやらん。後の世のためにもきっぱりと善悪をお示しなされませ。豊臣家と実婚の公家も噂に上っておりまするが、遠慮は一切ご無用。かたじけのお存じまする。こなたは関白にござりまするぞ。相手が誰であろうと、姓は姓、邪は邪と心へ遊ばして、存分に大なたをお振るいなさるがよい。お言葉肝に銘じまする。さて長田殿。はい。そなたの実父羽柴秀勝は太閤殿下の甥じゃ。そして実母は将軍家の御台所お郷殿じゃ。はい。そなたは豊臣家徳川家双方の血を受けております。両家にとってはかけがえのない結びの神社。いざという時は和平の仲立ちを頼みまするぞ。かしこまりました。この広大院も両家の無事安穏を願うておる。同じ御世に生まれ、同じ国に住んで愛争うは愚かしき限りじゃ。おはようございます、うん、おはようございます喜べ。なんと九条忠秀が関白になったぞ。え、貞姫は関白夫人じゃ。お仙は豊臣家、お玉はお前だけ、貞姫は関白家と、そっちの産んだ娘は大当たりじゃの。おかげさまにござります。そうじゃ、父上のおかげじゃ。和姫、膝へ来い。おい。そっちもやがて名だたる家柄に嫁がせようぞ。お大名家がよいか、それとも公家か。お公家様がよろしゅうござります。お武家は戦をいたします。お難しいことを申すな。将軍家は武門の元締めなるぞ。お仙の身の上を思うと夜もおちおち眠れませぬ、うん、一姫は天皇家にお越し入れとか。誰から聞いた。上様に。いや、わしは言うておらぬ。仰せになりました。あ、いや、言うておらぬ。この耳で聞きました。あ、そうか、言うたか。ならば構えて他言無用じゃ。元より承知、うん、
一姫の縁組もまだ決まっておらぬ。あわよくばの話での。大御所のおぼし召しには朝廷といえども抗えますまい。そうじゃ、関白の菅飼いはまさしくそのための布石よ。は？ああ、またいらんことを言うてしもうた。ささ、和姫。和うっ、頼むぞ。ついでにこれも内々の話じゃの。竹千代の正室は御設計から、国千代の正室は大大名から申し受けるぞ。我が父徳川家康は大したお方よ。50年いや100年先を見越しておいで遊ばす。わかるか、天皇家と言わず大名家と言わず徳川家の種を天下にあまねくばらまくのじゃ。まるでタンポポ。タンポポ。お、そうじゃ、タンポポじゃ。そのためにはもっと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 こう作らねばならん。ごうはもう年にござりまする。何を言う何を言う。二男五女では足りませぬか。いや、足りぬというわけではないがの。上様。はい。構えてお尋ね申し上げます。はい。上様は我が子が愛おしゅうござりまするか。語るに及ばず。ならばくれぐれも戦のない身をお築きくださりませ。力をもってねじ伏せる知性はやがて人の恨みを買います。しかし力がなければ婚を通じることもできぬぞ。婚を通じるはよけれども、ばらまいたタンポポが戦乱の火種となることもござります。なるほど。2月19日家康公の使者本多正純が江戸城に到着。一つ、西国大名の次々に居城の改築を始めたるはいかなる存念にや。厳しく調査の上追求せらるべし。福島正則のことか。加藤清正またしっかり。大御所はことのほか気色を損じておいで遊ばします。何故居城を改築するのか。戦乱が近いとでも思うておるのか。恐れながら幕府の鉄砲弾薬購入を聞き色めきたるものと存じまする。らちもない。天下を預かる幕府が武器を整えるは当然至極。正信、厳しく調べよ。かしこまりました。うん。次、一つ、上方諸大名の人質を念入りに懸命しことごとく江戸に住まわしむべし。おお、それそれ。恐れながら昨秋来妻子を国元に置く大名は数えるほどもござりませぬ。それも病人を除いて次々に江戸へ下校しつつあり。おお、執着じゃ。さように復命せよ。心得ました。次、一つ、日立水戸城主頼政殿の入部に備え検地を急ぐべし。はい、分かった。一つ、ドン・ロドリゴの申し出によりアダムスの大船をイスパニアに貸与すべく朱印状を与えられたし。イスパニア。ルソンに赴任のマニラ提督がアカプルコへ帰国いたすよし。うん。何故大船を貸すのか。太平洋の荒波を越えうるや否やお試し遊ばすものと心得ます。おう。戻り船に鉄砲を積んでくれば申し分ございませぬ。船を奪われやせぬか。さすれば一戦交えましょうぞ。おう、承知じゃ。そのロン・ロドリゴに朱印状差し許す。ドン・ロドリゴ。え？ドン・ロドリゴ。ドン。最後は内々のご意向なれば口伝にて権上をつかまつります。ああ、苦しゅうない。大御所にあらせられましては義時殿とともに清洲城をご点検の結果、尾張名古屋に新たなる築城をご決意遊ばしました。尾張名古屋。何とぞお心得おき願います。物入りじゃの。西国大名にやらせればよい。またか。
蓄えを進めて吐き出すまでな。うん。大御所はよくよくの小心者よの。武将が城を直してどこが悪い。事前に届けを出すべきであった。つまらん言いがかりじゃ。関ヶ原の合戦から9年も経てば柱は腐り石垣が崩れ雨漏りもするわい。それはわかるが、西国大名は目の敵にされておるぞ。血の気の多い御人が揃うておるからの。お主は腹が立たんのか。いたしかたるまい。一斉に修築を始めたのが疑惑のもとになった。何が疑惑じゃ。吠えるな。痛くもない腹を探られては到底我慢がならぬ。明日にでも駿府へ押しかけて申し開きをしようぞ。かえって機嫌を損ねる。なんじゃお主は。大御所の飼い猫になり果てたな。飼い猫とは聞き捨てならぬ。いや、まあまあにゃーと泣いてみよう。あの津の城をもろうて嬉しかろう。誰まさぬり。いや黙らん。今夜はこれまでじゃ。家康公のこんにちはのは誰のおかげか。関ヶ原の合戦にて勝利を収めたのは大御所にあらず我らの軍勢ではないか。それは意地悪の約束ぞ。お主もだらしがないな。なんじゃと。清正は築城の名手じゃ。さぞ工夫を凝らしたろうにおめおめと壊すのか。壊してたまるか。わしはぶち壊すぞ。それも角が立つ。腹いせじゃ。広島へ立ち戻って直したばかりの天守を根こそぎ叩き壊しすぎる。4月1日、鹿児島城主島津家久は家康公の命により琉球に出兵。交戦すること5日にして首里城を陥落せしめたり。これもまた家康公が大大名の兵力を疲弊せしむる謀略の一環にござそうらわずや。あいやしばらく。なんじゃ。謀略は禁句にござります。つべこべ申すな。神君家康公はご祖父にござりまするぞ。祖父じゃからとて歴史を曲げてなるものか。歴史を曲げるにあがらず不穏なる文言を改めていただきたく。何が不穏じゃ。大名の築城を咎め妻子を質に取りいらざる戦を挑ませるはこれ謀略にあらずや。少しはご遠慮なされません。将軍家のお怒りを買えば水戸家は断絶に相なりまするぞ。断絶を恐れて学問ができるか。されば助三郎これにて長野おいとまを。なんじゃと。東照大権現の誉れを汚す修行に加担いたすはこれ末代までの恥辱。ここで不忠者めが。ご無礼いたしまする。うまくら殿手打ちじゃ。離せ。もう気を確かめ。誰か死にました。3日、若狭小浜城主京極高次殿病没。今のは誰じゃ。正室お初の方にござりまする。淀殿の妹じゃの。御意。お初の方は落職して上皇院と相なり申した。これほど早く見まかるとは。念入りに菩提を弔うがよい。かたじけのうございまする。お世継ぎはいくつじゃ。17にございまする。初姫は7つにござります。おお、7つとはちと幼いが。そなたは京極家の奥方なるぞ。はい。忠敬殿をよく助け家門の誉れを守らねばならぬ。
はい。この汚染は6つで大坂へ参った。おお、そうであったの。初姫はこれより江戸に参りまする。江戸へ？大名の妻子は人質として江戸住まいを課せられまする。人質というても徳川の血筋ではないか。お豪はさぞ喜びましょうぞ。そなたも江戸へ行くのか？参りませぬ。ほう。姉上のおそばに腰を据えて徳川との橋渡しを務めまする。それは心丈夫じゃの。ご気性激しい姉上をお一人にしてはおけませぬ。ご意見番か。おかか様、うん、なぜおせんは人質に取られないのでしょうか？豊臣家は大名にあらず、秀頼は太閤殿下の嫡男じ。そなたも江戸へ行きたいのか？いいえ、おせんは秀頼公の妻にござります。名付けとうござりまするが。ゆい姫。ゆいはゆいのおのゆい、元ゆいのゆいにござります。よいなじゃ。かたじけのを存じます。くれぐれも内分には心得ております。そして7月4日、京都御所にて重大なる事件が発覚いたし申した。宮中の不祥事は諸次第の上層を待つまでもなく、広く好感をにぎわしつつあり、これを放置せんかただならぬ事態を生じる恐れ、なきにしもあらず。下々の妬みに過ぎぬ。幕府が奥行に焚きつけておるのじゃ。そればかりとは申せますまい。元を正せば先の将軍の思い上がりよ。朝廷を意のままに操らんがための横車とお心得あれ。そもそも幕府が宮中のよしな仕事に関与いたすは片腹いたし。元は朝廷の守護職ではないか。関白たる者が先の将軍の野心に振り回されてはなりませぬぞ。先の将軍の胸の内はいざ知らず、公家の乱脈ぶりは事実にござります。関白殿に申し上げなん。およそこの世に生まれいで男女のなりわいに心を動かさざる者はなし。公家といえどもまたしかり。さようさよう。平城平安も古より男は女に化粧いたし、女は男に化粧をいたす。この世の美を極め天がなる心を育むはまさしく恋にあらずや。人を乞うればこそ荘門の歌も生まれる。恋せずして良い歌が読めようか。道ならぬ恋は世の貧粛を買い、ひいては公家の名を恥ずかしめ申す。道ならぬ恋も恋のうちよ。しかるべき物知りを使わして家康殿に源氏物語を講ぜしめよ。さんざめくことの葉は分からずとも。やんごとなき男女の交わりは
いにしえの昔より宮中の花なりけるをとくと知らしむべし。しからば申し上げる。うん、慎んで受けたまわる。天使様の女房に恋を仕掛けるはこれ邪念にあらずや。玉座に仕える女官と会員に及ぶはこれ不忠の極みにあらずや。お控え召されよ。御前でございまするぞ。御前ならばこそ権上をつかまつる。ただ秀殿、お気は確かか。宮中の不祥事とはまさしくこのことでござる。噂に惑わされてはなりませぬぞ。噂ではござらん。何とぞ。これなるは諸子大板倉勝重の旧門書にござり申す。忠秀。はは。今何と申した。恐れながらご心筋を悩ます訓足の勘を糾弾いたしております。読み上げよ。は。名指しでよい。忠秀、近年賢きあたりにおいて女官と密通を重ね不義を働きたる公家の王妃は奥の御門の見張り役金安備後の神の証言によって明らかなり、不らちなる公家の名は次のごとし。三義烏丸光弘。うん、濡れ衣じゃ。静かに。左近衛権の中将大井帝頼国、左近衛権の少将火山の院忠長、同じく難波宗勝、右近衛権の少将徳大寺実久、同じく中帝宗信、これらの公家と会員に及びたる女官の名は次のごとし。大志の助、広橋の局、権之助中野院の局、内侍の女王水瀬、同じく唐橋の局、明部讃岐、未曾有のスキャンダルを暴かれし不良公家たちは直ちに官職を解かれ、不義密通の女官たちもそれぞれの屋敷に押し込めと相なり申した。御用勢天皇は衝撃のあまり床にお着きでござった。けぬるい。はこともあろうに天使様のそばめを寝取ったのだぞ。それもれっきとした東照公家がじゃ。これほどの不祥があろうか。天を恐れざる所業なり。御意。その場でひっ捕らえて逆さ貼り付けに処すべきところ、それが何じゃ。官位剥奪だけのただの押し込めじゃと。あまりの不面目に同天使内々にことを収めるご所存にござりましょう。沙汰の限りじゃ。
宮中の腐敗ここに極まれり。いかがなされます。取り過ぎ諸次第に重政を遣わし、もみ消しを一切許すな。不定の安原を三条河原に引きずり出し、残罪に処すべし。かしこまりました。恐れながら。何じゃ。いかようなことがあろうとも朝廷を潰してはなりません。潰す？天子様の周りに巣く虫けらを退治し、京都御所の淀みを一新するのがまずいのか。ついては罪を犯し、公家と女官を速やかにお引き渡し願いたい。その儀は平にご容赦。これは異なことを受けたまわる。いや、軍はともかく女官の身体は勅命を仰がねばなりません。朝廷の守護は諸子大の役目でござる。権利は別意にござり申す。ならば処罰の内容をお示し願いたい。天子様ご不礼につき、いまだ決しておりもさず。大御所は公家も女官も死罪に処すべしと仰せでござる。幕府の関知するところにあらず。黙るっしゃい。広橋の局は貴殿の娘なれど、
この後に及んで罪を免れんと企てるは見苦しき限りなり。この板倉が目の玉の黒いうちは厳しく処断するものとお心得あれ。己腹立たしき者いかな。天使様をないがしろにしておきながら勅命にすがらんとするは言語道断なり。かくなる上は是非むなし。幕府の威信にかけて女官どもを駿府に引っ張ってこい。刀だ、わしが首をはねてやらん。はぁ、八つ咲きにしても飽きたらぬわ。よいか、押して押して押しまくれ。はぁ、一歩も後へ引いてはならん。今宵もおなじみの顔でござる。慶長14年7月、宮中賢木あたりにて一大スキャンダルが発覚。行い正しからざる公家衆が天使ご寵愛の女官と密通を重ねたのでござる。天使様の逆鱗に触れ官職を解かれし公家は、三義烏丸光弘、左近衛権の中将大井帝頼国、左近衛権の少将火山の院忠長、同じく飛鳥井正方、同じく難波宗勝、右近衛権の少将徳大寺実久、同じく中帝宗信、これらの公家と会員に及んだる女官は、内志之助広橋の局、権之助中野院の局、内志之丞水瀬、同じく唐橋の局、明武さん、助三郎、このスキャンダルは誰が暴いた。それは京都諸子大板倉勝重殿にござります。なぜ暴いた。公家の風紀敏乱を戒めんがためにござりましょう。各備、措置の存念を述べよ。恐れながら大御所が宮中に圧力を加えんがためにござります。それを申してはならぬ。真実を申しておる。神君を貶めるは重罪なり。行きたるを明らかにし、来たるを考う、これぞ学問の真髄なり。学問が大事か、お家が大事か、どっちも大事じゃ。静かにいたせ。お邪魔します。何者じゃ。あの、奥江さんのスキャンダルについて一言ご感想お願いします。お願いします。一言お願いします。お聞かせいただけますでしょうか。うるさい。
九段の奥下衆はいかが相なりました？ああ、一人は死罪じゃ。死罪？うん。奥の御門の見張り役にござります。他は島流しじゃ。火山の院は津軽、飛鳥湯は沖ノ島、大井帝と中帝は硫黄ヶ島にございます。ああ、そうであった、硫黄ヶ島じゃ。まさに宮中の大掃除。ところが父上はカンカンじゃ。公家衆どもは処分されたが、女官どもは謹慎でことが済んだ。これはけしからぬ。厳罰に処せよと嫌の催促じゃ。女人の館に忍び込んだのは公家衆にござりましょう。女官どもが色目を使うたからではないのか。いいえ、みそかごとを仕掛けるのはいつも男衆にござりまする。おなごが誘うからよ。あ、お芋が落ちました。分かっておるて。恐れながら女官を罰せざるはご節家のご意向と心得まする。罪ありといえどもご寵愛の女人にござりますゆえ。女官づく広橋の局は武家転送広橋兼勝の娘にござります。朝廷はバックの介入を切ろうとくる。父上はそこがお気に召さんのじゃ。何が何でも女官どもを引きずり出して駿府へ連れてこいと仰せじゃそうな。お気持ちはようわかります。ん？大御所はご高齢なれば側室の身持ちがご心配なはず。女官を厳罰に処すれば良い見せしめにもなりましょう。おごう、それはうがちすぎじゃって。上様は側室をお持ちにならずに本によろしゅうござりました。父、おはようございます。うん。良い挨拶じゃ。さあさあ、これ様、お風邪を召しまするぞ。ん？およだれよ。およだれよ。ただちか。そっちの会社臭いの。汗臭い。申し訳ない。はい。二代様はめでたく二男五女をお上げあすましました。すでに御年37歳。これからお気兼ねなく若い側室をお持ちにならなければ。もっと子を作れと申すか。大御所様は11男5女にござりまするぞ。ただちかわしは多年まではないぞ。これはしたれ。天下の将軍が側室の一人も持たざろう。あたかも病あるがごとく外分が悪うござりまするぞ。そうは言うてもの。いかに御台様とてその断りはご承知のはず。お坊は波の馬ではないぞ。あ、いや、お坊は波の女子ではないと申したのよ。万事ただちかにお任せあれ。では早速手はぞ。あの女子はどうしたかの。あの女子、名は何と言うたかの。はて、大馬好きのほれ。おしずにございませんか。あ、そうじゃ、おしずちゃん、おしずちゃん。おこうなすには今少し若い女子が。ただちか、そっちの好みを申すな。受け止まりました。おしずは北条氏直の旧臣菅生伊予の娘にてこの時26歳。
上様のおぼし召しにより本日より局部屋を賜る。お礼を申し上げよ。ありがたき幸せに存じ奉ります。ああ、人払いじゃ。誰もおりませぬが。ああ、そちがおる。これはご無礼を。あ、待て。は。お坊にはくれぐれも内緒じゃぞ。心得ておりまする。そちの夢を見た。良い夢じゃった。ああ許せ。何か欲しいものあるか。ござりませぬ。遠慮いたすな。大御所は鹿児島城主島津家久の軍功を称し琉球を与えるご意向にござります。承知。大御所はオランダ国王の通商親書に御信を与え肥前平戸において召喚を開くことをお許しあそばしました。承知。これに基づき三浦按針ことウィリアム・アダムスおよびヤン・ヨーステンを平戸に居住せしむべくご沙汰がございました。ああ承知じゃ。広島城主福島正則は大御所のご歓喜に触れ改築する居城を打ち壊しました。あの感触も違う。大御所は居城の改築のみならず西国大名の大船作りを禁じ500石積み以上は破却せしめよと仰せあそばしました。お大御所は木下家定の所領をことごとく没収せよと仰せにござります。何何じゃと。その日は正信よりつぶさに権上をつかまつりまする。お苦しゅうね。木下家定の死去に伴い大御所はその所領を広大にご返上をあそばし家定の子に分かち与えるようお申し伝えにござりました。ああいかにも。しかるに広大院は木下勝利に所領のすべてを与え弟と久さに若田樽につき大御所は痛くお怒りあそばしかかる次第と相なりました。待った。彼にも広大院は太閤殿下の皇室にござります。その所領を召し上げるは有識主義にござそうらわずや。広大院は大御所とのお約束を破りあそばした。元は木下家の所領じゃ。所領の安堵は幕府の権限でござる。家定は殿下の義兄にござり申すぞ。もはや豊臣家の御世にあらず。上様。お何とぞ大御所にご歓迎あそばしませ。広大院は徳川家の恩人にござり申す。歓言とは無礼な。無礼とは何じゃ。君に過ちあらば真これを正す。これぞ忠義の根本にあらずや。大御所に過ちはござらん。将軍は秀忠公でござる。百も承知。殿ことごとに大御所のご意向を立て祀るは幕府の威信あってなきがごときもの。歓迎すべきは歓迎してこそ大御所の覚えもめでたから。はい分かった。何とぞ構造層寸府にお使わしくださります。言っても無駄じゃ。大恩を受けし高大院様にかかる仕打ちは心得かねます。家康殿は木下の所領を分散させたかったのであろう。さりとて今は家康の天下じゃ。秀頼を大坂に封じ込め諸大名の手足をもぎ取り今や朝廷を意のままに動かす。利用するだけ利用してあとは御用済みにござりまするか。それが浮世じゃ。
10月1日朝廷はついに罪ある女官を駿府城へ護送せしめ申した。家康公の強引なる要求に屈したのでござる。下面寺菩薩熱心女夜叉いや、まさずみ。は、女子は怖いの。は、虫も殺さぬ顔をして、天使様を欺くとは、不義、不忠の極みなり。は。身分の高い女子ほど始末に及ん。女が身分にあぐらをかき、増長の限りを尽くす。は。杉山さん。は。こやつらの、仮面を引っ張らせ。心得ました。下面寺菩薩熱心入社、下面寺菩薩熱心入社。下面寺菩薩熱心入社、下面寺菩薩熱心入社、下面寺菩薩熱心入社。広橋の局ほか5名宮中にて不行跡の罪あるをもって流罪を申し付ける。お許しください。哀れ5人の女官は伊豆の新島へ流され申した。御用勢天皇は御心痛のあまり常の御殿にお伏せ遊ばし、御大尉の栄子を駿府へ下したもおった。御大尉と仰せたまうは玉座をお譲り遊ばすということじゃな。御意にござります。108代目はどなたじゃ。恐れながら第三王子琴人親王と心得まするが。関白がそう言うたのか。いえ、その儀はおかしいではないか。御大尉遊ばすのにお世継ぎが示されぬとは。恐れながらご立腹の意をお含め遊ばしたのでございましょう。ならば法灯に及ばず。お世継ぎの御命を賜るまでは知らぬ顔を通せ。かしこまりました。恐れ多きことながら朝廷と幕府の間には立体史をめぐって確執がござり申した。朝廷が推す八条宮年人親王は御用勢天皇の御弟君にて御年31歳、すでに妃がおわします。家康公がこだわる琴人親王は御用勢天皇の第三王子にて御年14歳。太郎を冠者あるかいあい。お前に念のも早かった。朝廷が八条宮をお去るる理由やいかに。しかとは存じ奉らねど、八条宮のご聖母新城東門院晴子様は御用勢天皇のご聖母にもござりまするが、御所のうちにて県政並ぶものなく、琴人親王のご聖母中和門院咲子様はご説家の筆頭近衛家のお出にござりまするが、新城東門院様とは嫁姑の間から。喋りすぎるぞ。ははまあ、着眼点は悪うないがの。ありがたき幸せ。各部はぁ家康公が八条の宮に難色を示したる理由やいかに。恐れながら一旦は豊臣家の御用紙等をなり遊ばし、後に八条宮家をご創設遊ばしたがゆえにござります。それだけか。あのな、家康公の本音はの、琴人親王ご即位の後に妃として一姫を受胎せしめんがためじゃ。たわけ余計な勘繰りをいたすな。直系の着手あれば着手をもって相続人となす。これが家紋のしきたりである。はあ、
お静はどうした？宿下がりを申し付けました。宿下がりじゃと？お種を宿しましたので。お種？おお身をもったと申すか？御意にござります。おお、されどこたびは大乳母の一存にて水子を申しつけました。水子じゃと？恐れながらお静はしがない浪人の娘にござります。それがどうした？御台所様の身に達すればお家の一大事にござります。奥向きの老女はかねてより目を光らせておりまする。わしは将軍じゃ。側室に子を産ませて何が悪い？今はちと早すぎます。何じゃと？竹千代君も国千代君もまた和姫様もいまだご幼少なればあと三年はお待ちになりませぬと。指図をいたすな！お気に召さずばこの大乳母をお手打ちになされませ。そのようなしわくちゃ首切りとうがないわ。ご辛抱なされませ。お急ぎにならずとも上様はまだお若うございます。お静はどこじゃ？兄の棺を嘉右衛門に預けました。連れ戻せ。連れ戻せば命に関わります。御台所様のご気性は上様もようご存じのはず。親の心子知らず、子の心親知らず、嫡男に生まれざるこの悩みは長じて暴発するもまた珍しからず。麗しきご尊顔を拝し恐悦至極に存じ奉ります。こたびは忠輝が家臣の言われなき断訴により心ならずもご不興を被りたる断はなはだ無念にござります。この親不孝者めが。恐れながら事の次第は関心皆川広輝の陰謀によるもの。構えて忠輝に落ち度はござりません。重臣どもがこぞりて直訴に及びたるはただごとならず、これすなわち主君の落ち度にあらずや。皆川一派は主君を主君と思わず都に専横の極みを尽くしております。忠輝。はは。そっちは知性を変える見ることなく大酒を喰らい刀を振り回して小姓を殺傷するなど乱行を繰り返しておると聞く。滅相もないことにござります。その所業荒きこと言語に絶すると訴状にも記してある。不埒極まる故障を手打ちにしたことはござります。不埒とはいかなることか。申してみよ。恐れながら忠輝は武勇に優れ気性も豪気にござりますれば時には短気も起こします。されど神明に誓うて道に外れた振る舞いはござります。やかましい。忠輝の不行状は直訴によるまでもなくかねてより耳にいたしておる。不行状ではござりませぬ。もし忠輝に不都合あらばこれをいさめこれを正すことこそ家臣のあるべき姿ではござりませぬか。こともあろうに主
君を残訴し大御所様の耳を汚すのは誠に天を恐れざる主義。一体何が気に入らんのだ。は？忠輝に尋ねておる。信州川中島の所領が不服か。めっそうもない。伊達政宗の婿が気に入らんのなら離縁してもよいぞ。その儀はもうと。黙れ黙れ黙れ、おなごは黙っておる。御所様、これ以上わしを怒らせるな。広てる以下5名、真にあるまじく残を構え、徒党を組みて祭りごとをそしり、あまつさえ神を侮り豪祖に及びたる段不届き至極なり、よってここに仕置きを申しつける。皆川広てる改易、その子高常改易、松平清直改易、山田重達切腹、その子稲葉切腹。信州川中島のお家騒動は家康公のご裁断により皆川一派の敗訴と相なり申したが、六男忠輝殿へのお怒りもにわかにはお直り遊ばさず。織田信長は49年、豊臣秀吉は62年、わしもそろそろ迎えが来る頃じゃ。昨年も同じこと。来年は69歳じゃ。再来年は70歳。話の腰を折るな。ご無礼いたしました。はあ、わしはお前たちが愛しい、こよなく愛しい。ありがとうございます。おなごではない、子供たちじゃ。あらま、ま、よいか。わしがこの世を去れば駿府城は主がいなくなる。そこで頼政は水戸より駿府に移す、鶴千代は水戸に遣わす。水戸。そうじゃ。義年は尾張65万石の領主、頼政は駿府50万石の領主、鶴千代は水戸25万石の領主じゃ。ありがたき幸せ。ありがたき幸せ。恐れながら鶴千代はまだ7歳にござります。わしがすぐ死ぬとは限らぬ。まあとりあえずは月服までは駿府に在住するがよかろう。かたじけのう存じます。おいち、あおいでおいで、ああ行くじゃ行くじゃ、そうかそうか、よしよし。それからな、この一姫にはとてつもない縁組を考えておる。とてつもない。詳しくは言えぬがな、楽しみにしておれ。ありがとう存じます。明けて慶長15年2月12日、家康公は京都諸子大板倉勝重を宮中にのぼせ参らせ、御用勢天皇御上位の栄子に従うことを奏し、加えて今年と親王に御下官あらせらるべきを入念にお申し出遊ばしたのでござる。同月、家康公は西国北国の諸大名に名古屋築城の役を課せられ申した。せっかくのお申し越しにはござりまするが、こたびの助役は控えさせていただきたく、主命により参上つかまつりました。淀殿は名古屋の築城がお気に召さんのか。さにあらず。豊臣家は大御所のおすすめに従い、自社の寄進に念を入れておりまするゆえ、大いに出
費がかさんでおります。ならば金を出せとは言わぬ。人を出せばよい。人を出せば金がかかります。勝本殿、豊臣家には余裕がないと。さようにござります。我らが何も知らぬと思いか。御金蔵には正純は他の大名をとて国政を大事と思えばこそ地業を抑えて築城の火薬に応じておる。恐れながら豊臣家は大名にござり申さず。大名にあらずんば何者ぞ。秀頼君は太閤秀吉公のお世継ぎにござります。それがどうした。今は65万石の大名に過ぎぬ。恐れながらその儀は構えて心得かねます。勝本、そっちも大義じゃのう。家臣にとって道理のわからぬ主を持つほどつらいことはない。よかろう。そっちの忠義に免じてこたびだけは差し許す。名古屋築城の儀は助役に及ばず。はは、過分のご配慮を賜り恐悦至極に存じ奉ります。ただし秀頼殿との対面は果たしてもらうぞ。月末には家康公のご下命により将軍秀忠公も駿府へご参着でござった。遊びほうけた公家衆に何ができる。古語の大名に何ができる。幕府が全ての権力を掌握してこそ国は安泰となる。邪魔する奴は遠慮なく叩き潰す。豊臣家といえども容赦はせん。わかるな。はは、お言葉肝に銘じまする。武力を用いずして大名を抑え込む手立てやいかに。申してみよう。改易、国替え、人質にござります。他には？婚を通じて吉見を深めまする。それでよかろう。ここから先はわしの遺言と心得よ。この3月には今年と親王御即位に伴い御女一姫を受代せしめる。九男義年には浅野義長の娘を目合わせる。十男頼政には加藤清正の娘を目合わせる。義年には浅野義長の娘を目合わせ、頼政には加藤清正の娘を。おい、冷めるぞ。十一男鶴千代には後日しかるべき大名の娘を目合わせる。これでどうじゃ。はい。それからな、竹千代は将軍家の嫡男へ、正室は公家より迎えるべし。公家？
そんじょそこらの公家ではないぞ。れっきとしたご説教の姫君じゃ。あ、いや、しかし、あの誇り高きご説教が姫をくださいましょうか。もぎ取ってこい。はい、お飲め。古木者のわしには年老いて儲けた三人の息子がおる。気がかりなのはこの三人の行く末じゃ。いくら案じても先を見届けるわけにはいかん。父上、どうか長生きをなされてくださいませ。気休めを申すな。いや、肩でもお揉みいたしましょう。すまんな、天下の将軍に肩を揉んでもらうとはな。何を仰せられまする。秀忠も息子にござりまする。父ちゃん、はい、わしの代わりに三人の面倒を見てくれるか。ご懸念には及びません。我が子同様に可愛がってくれるか。もろにござりまする。そこで相談じゃが、義時と頼政と鶴千代には生涯を通じて徳川を名乗らせたいがどうか。は、徳川姓ならば他の大名に軽んじられることもあるまい。万が一将軍家に異変あらば、分家といえども尾張にも駿河にも水戸にも徳川家あり。どうじゃ。お父上、将軍家の異変とは。いつの日か戦乱が起き江戸城を取られるやもしれぬ。また世継ぎが途絶えることもあろう。もう終わりか。いえ。あ、忠輝はいかがいたしましょう。あれは松平でよい。ああ、石じゃ、石じゃ。大掛かりな名古屋築城が始まって間もなくのこと、突然の不幸が駿府城を襲い申した。おじい、石じゃ。おじい、のぜりを積んでいた一姫が毒虫に刺されて急死したのでござる。うるう2月12日のことでござった。おお、すごいの。家康公の第五女一姫は駿河慶応院に葬られ申した。享年4歳。法名一生院殿遠方行進大神女。娯楽誕の家康公は宮中に使者を発し、御用勢天皇御退位の延期を創生なされた。これはいなことを受けたまわる。御退位は3月21日と取り決めたばかりではござらんか。諸藩の事情により1年間の延期をご承認願いたい。1年間。その儀は心得かねる。すでに朝廷は10